切れ。堂島君か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。ったくよ。いつまでしぶとく生きてやがんだ、お前。今どんな気分だ？え？立ち花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句、はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ？錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、桐生。桐生、立花は今久瀬の兄貴が拷問してる。もう空の一坪が堂島組の手に落ちるのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。立花は今どこだ。俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合え。なんだと。お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか。どういうつもりだこの野郎。空の一つぼはじき堂島の手に落ちる。となりゃ風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。え？違うか、桐生。お前、自分が何してんのか分かってんのか。言ったはずだ、今俺に手を貸せばお前は。うるせえ。俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ。Yeah.
す。負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ、兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。うん？牧村誠をそこにかくまっている。橘を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか、よし、分かった、行くぞ。なあ、キリュウ、おめえ、今までよく生き延びたよ。おおっ、ナイスクーから金よこせ。後悔する。
行き先はホームレス街だったよな。牧村誠をそこにかくまってんだろ。お前あそこに知り合いでもいるのか。ああ、それがどうかしたか。いや、今までいろいろあったんだろうなと思ってよ。あの日お前とのんきにラーメン食ってたのがずいぶん昔のことみてえだ。そうだな。あれからおめえが堂島組抜けてよ、もう前みたいには戻れねえのか。今はとにかくやるしかねえ。まだ先のことがいい。ああ、確かにな。おめえの言う通りだ。ちゃんって分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って立花？え、この子殻の一坪の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない、俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。わかった、すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キル。アジア街から立花の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ったら信用できるのか。ああ。俺は立花が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら今頃俺はもう生きちゃいなかったはずだ。それに俺に橘を助けろと言っている。なるほど、アジア街も橘を失いたくねえってことか。しかしその橘と牧村誠が兄弟だったとはな。おまけに二人揃って堂島組に狙われてる。ついてねえってどころの話じゃねえ。ああ、だがこれ以上あの兄弟を極道のゴタゴタに巻き込みたくねえ。あの二人はただ生き別れた肉親に相手ってだけなんだ。そしてやっと同じ町にたどり着いた。二人が会えば殻の一坪も片付くんだろう。それが風間のおやっさんの望みだとしたら俺らの体の張り所だな。ああ、頼りにしてるぜ、兄弟。
桐生さんだね。陳さん、橘の居所はつかめたか。空の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ、クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、桐生さん。錦、立花は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった、とにかく急ごう。よし、やってやろうぜ、キリュウ。橘のこと、クレッシェンドビル、この中に橘がいるんだな。ああ、このビルの地下室らしい。キリュウ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか。いや、まだだ。意識、分かった。早く済ませてこいよ。用心するに越したことはねえが、時間がねえ。立花が心配だ。準備があるなら早いとこ頼むぜ。おい、キリュウ。相手はあのクゼだ。用心するに越したことはねえが、立花はこのビルの地下室か。一度入ったらもう後戻りできねえぞ。行こう。
んじゃあ次6本目行こうか。7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。舐めやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょ、クゼさん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺が自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだおら。バカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ。Yeah!
ありがとうよ。ガンガン行こうぜ。立花、すまね。遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花。よせ、妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花。キリウス。ラオグエよ。操ってるのは。何だと。クゼが言ってました。全ての人は堂島が引いています。風間さんを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだ、こんなことに。こんな。立花、お前の妹は
必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。キリュウ、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？